Stand on bridge.
Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leaves us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me, just find me. Sparks will fly if we scream no. This is not how we're gonna go. でもする美しい世界を守るために戦う。アンちゃんいらっしゃい。アイちゃんずっと待ってたんだよ。Don't look back, we're here to stay. A life we knew would come one day. And this is it, the borderline, to where the future leads us behind. The fire will burn and never die, looking through the iris of a brand new life. And so just find me. We'll never grow.
美しい世界を守るために戦うよ。愛情、今月のお給料はまだ？マントが長くなったから。こちらです。ついてきてください。まだまだです。時間がありません。行きましょう。Yeah!
この戦闘は勝たなければいけません。こちらです。私の勝ち。やっはっはっはっこちらです。ついてきてください。はっ！はっ！はっ！
の場所に行きますよ。この戦闘は勝たなければいけません。ついてきてください。私は片付けます。正々堂々と戦いましょう。逃げられませんよ。
今になってもあの件を君に謝りたいと思っている。あの距離で君がメイに剣を向けた理由を確認できなかった。だから僕に他の選択肢はなかった。長編手術がなかったら僕の一瞬の間違いで君の全てを壊してたかもしれない。いい、過ぎたことを謝る必要はない。君にとってまだ起きていないことは謝ったとしても償いようがないことだ。今になってもあの件を君に謝りたいと思っている。私が必ず守るわ。艦長の期待を裏切ったりはしないよ。艦長、もう起きた？あなたの運命はすでに我が手中の糸が絡め取った。裁きを受けなさい。どうしたんだ？そこにいいもの。私のことうるさいとか思ってないわよね。それともエレンみたいな静かな人が好きなの？行くわよ。出発するわ。公女の裁きを受けなさい。おーい、何ぼーっとしてるんだ。やっは断罪の名において、せっやっはやっはふんやっはふん
あなたに曲を作るならどんな感じがいいかしら。あり。で色褪せることはない。あなたの決意もきっと窮地の中で本当の自分を咲かせるわ。勇者を求めて。Huh?
私が必ず守るわ。私に会いたくなった？いつどんな場所でもこのエリシアはあなたの期待に応えるわ。戦い続けろ。敵の悲鳴だけが自分はまだ存在して生きていることを俺たちに教えてくれるんだ。あなたの戦う姿を見るのが好きよ。とても優雅で、まるでダンスを鑑賞してる気分になるわ。
友よ、大丈夫だった？私に手伝ってほしいことがあるならいつでも教えて。先生が助けてあげましょう。争え、殺せ、壊せ、すべてを覚え、破滅の角笛を吹き鳴らせ。天の道は利して害せず、聖人の道はなして争わず。君たちにはまだ僕に武器を使わせる資格がない。お前にも非がある。今日は新しい名分を増やそうぜ。敵により深い恐怖を味わわせるんだ。先生が助けてあげましょう。
こんな雑魚たちの相手をさせないでよね。君はもっと自分自身を認めるべきだと思う。どうして？僕には見える。君は自分が考えているよりなりたい姿に近づいているよ。メイ、もう出発したの？はい、司教様。私の態度、あなたは分かってると思うけど。はい。でも、もうただ待っているだけなんて嫌です。他人が手を差し伸べるのを、ただ待つなんてもう、あんなことが起こってほしくないんです。たとえ美しい世界を守るためにというあの子の言葉のためだけでも私は諦めません。
私にできることがあったら、私はそれをします。守るべき人がいる限り、この件は休みません。安心して任せてください、テレサさん。あまり無理しないで。これは主教としての指示ではなく、一人の友人としての願いだから。はい、気をつけます。あなたの隊員たちもよ。彼らを連れて帰ること、いい？ええ、彼らを守りますから。それと、あの人はきっとオットー・アポカリプスじゃない。だから私に気を使う必要はない。いってらっしゃい。承知しました、司教様。分かった。隊長、いつの間にかこういうものがセントフォンテーヌのあちこちにある。この年はもう。隊長、ここの放射反応が強っ。セントフォンテーヌはますます危険になったわ。ええ、これ以上待ってたらどうなっていたかわからないわね。前に進みましょう。先輩、お菓子持ってきたんやけど、一緒にどう？承知した。空が赤いね。あなたのアテンマ城の。うちのちゃうよ。あったより簡単じゃなさそうだ。ああ、任務の資料はすべて頭に入っている。これほど強い怪物が。素材回収完了。地図を確認しましょう。目標地点は。時間がない、急ぐわよ。総員集合、出撃。承知した。一気に潰そう。了解。はっ、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 は
素材習得。わかった。なあ、はっ！
ええ、どうやら私たちの行動は全て敵に見られてるようね。大変や、きっと準備万端でうちらを待ってるで。あなたはどう思う？ええ、そうね。とにかく最後の準備をしましょう。キャロル、通信機の信号は正常だった？うん、問題あれへんよ。司教様とも挨拶しといた。よし、あなたはどう？戦闘準備はできたかしら？出発しましょう。司教様、見ての通り半空の台に到着しました。これらのレンガはもともと存在しなかったのですが、私たちが前に進むと上から落ちてきて先につながる階段となりました。相手は私たちに気づいていると思います。ですが今のところ敵にはまだ遭遇していません。司教様？まあ聞こえていないはずだ。すまない、教えておいた方がよかったかな。誰や？勝手に決めつけないでくれたまえ。沈黙を保とうとしたが、君たちがあまりにも遅くてね。慎重はいいことだと思う。だが安心してくれたまえ。この道は君たちを僕のところまで導いてくれるから。だから早く来るといい。君たちを待っている。他に選択肢はないからね。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。ようこそ、天命の子供たちよ。はあ、待っていたぞ。君たちに礼を言おう。
君たちのおかげでやっと断りの律者を誘い出せたからね。この件に関してとても助かったよ。ルケに君のしもべを僕に貸してくれ。恩人たちをもてなそうではないか。おや、見たことのない顔が二人いるね。遅い。天命は今男性も採用しているのかい？カスラナ家の人には見えないな。久しぶりだ、ライデン・ネイさん。一瞬わからなかったよ。そうだ、思い出した。ルケニー、君の将軍に気をつけてもらうがいい。あれはかつての雷の律者だからな。そのエネルギーは貴重だ。この機会に奪うといい。宇宙のことも何か言ってよ。
とでこの戦闘を終わらせる。Yeah.
チャンスよ。外がええね。屋外が大好きやの。広くて自由って感じがするもん。屋内におると気分が沈むし。なんでよ、うちらの実力やったらあんな怪物なんて相手ちゃうのに。隊長は
この任務は危険やってずっと言うてるけど、うちはあんまり感じへんな。隊長と先輩がおるし楽勝やろ。最悪の場合、天命全軍出撃して4人の隊長が一斉に攻撃したら崩壊が戻ってきても相手やないよ。それよりエネルギーの収集しに行こうや。うん、あれは歩きながらでも話せるから、先輩の意見が聞きたいだけやから。せっかく来たんやし仕事を済ませよ。戦利品を持って帰ったら隊長も褒めてくれるかもしれへんやん。素材習得、わかった。隊長、卒業したら何するつもりなん？うちな、今これについて悩んでんねん。ママに天命に入れられたん先輩も知ってるやろ？この年で天命におるなんて嫌に決まってるわ。女の子が毎日敵を倒して世界が平和になった後、何できるか分からへんし。でも長くおると結構楽しいし、報酬は高いし福利厚生もいい。リスクは大きいって言うけど別に危険に遭遇してないし。まあ天命が悪いわけやないけど、ここにおるのは性に合わんと思うねん。若いし能力は高いと言えへんし、すぐにカッとなるし、先輩や隊長のように落ち着いてないし、みんな言わへんけど自分が足手まといやっていうことは分かっとるから。よう考えたら天命に入れたのもうちの実力やないでしょ。ママの顔に免じて入れたんやと思うし、
わかった。わかった。この道は前に。素材習得。ああ、任務の資料は全て頭に入っている。外におるわけにはいかんへんやろ。了解。今何してたの？うちらが見つけた補給やで。うん、よくやったわ。とにかく外出するときは気をつけて。私たちの行動が敵にバレないようにね。あなた、キャロルのことはちゃんと見ておいて。なんで先輩にうちのこと見てもらうんや。
ここほんまに合わへんかも。攻める前にまずは道を探そう。何を言ってんの。もちろん隊長も知ってるし、一緒に来るかもしれへんよ。さあ行こう。心配も理由がないわけやないんやね。セントフォンテーヌのことは。わかった。了解。ああ、任務の資料はすべて。わかった。
了解。一気に潰そう。分かった。素材習得了解。ボス級のやつが素材習得わかった。目的地に近づいてるで。この角度から見ると破天魔城は本気のせいかな。なんか前とちゃう気がする。隊長、素材習得了解。この任務重く分かった。ここまでにしよう。経路の観察に少し時間。ポイントはやはり大橋付近にあるかな。どう？結論は出た？うん。大橋の上空に建築のかけらがたくさん浮いてる。捕捉したかけらの位置と高さを全部システムに入れて、イカロス飛行機の性能で計算をやってみたけど。行ける経路は全部で4つ。そのうち比較的安全な経路は2つ。お疲れ様、キャロル。よくできた。計算機のおかげやで。Thank you.
異常なエネルギー波動箇所を3つ発見したわ。このタイミングで予定外のことは厄介だから、何があったか調べに行きましょう。以上箇所はそれぞれ東インド広場、教会、それから…でも怪物がうろうろしてること以外…了解、動向を監視しますか。わかった。先輩、何か気づいた？金色の何それ。キャロル、異常なエネルギー波動は私たちがベルトさんを探した時に使った設備で発見したの？ん？わからへん。エネルギー探索機に区別はせえへんかったから。残り2つの場所に行ってみましょう。了解。この任務、思ったより簡単じゃなさそうだ。分かった。一気に潰そう。
素材習得。あ、ここにも。ほんまにすぐ消えたよね。足元に気をつけて、警戒するように。出発出発。学校に行かんでええなんて最高や。素材習得。なんもない。遅かったかな。平気。すでにデータを確認したわ。この3つの場所のエネルギー反応は一致してる。つまりは、おっと、修行？撤収しましょう。先輩、お菓子持ってきたんやけど、一緒にどう？異常なエネルギー反応を前のデータと比べてみたけど、結果はかなり近いわ。あの三つの場所に律者、または神の鍵が出現したことがあると考えられる。わからない。今の情報だけでは判断できないわ。とにかくこの件を主教様に報告する。みんなも準備しておいて。許可が下りたらすぐにアテンマ城に向かうわ。ちょうどよかった。一緒に考えてほしいことがあって。今回の任務の資料は読んだわよね。私が前に言った疑問についてあなたの考えを聞きたいの。あなたね、真面目にやりなさいよ。収集物の中にあるはずだから確認してきなさい。
今日の任務はクリアしました。休むことをお勧めします。艦長も低重力を試してみますか？お姉ちゃん。はい。ゼーレはここだよ。新しい隠れ方を覚えたんですね。